いんですけどもですね、どこから話そうかな。はい、はいはい、今日はねちょっといきなりねアロマからね、はい、こうスポット当ててで、それから登場なんですけど、アロマイエーイ、ありがとうございます。はい、今日はですね、あのね、なぜね、まあね、こんな感じでやってるかと言いますとね、あのですね、いや、今日のですね、夕方にですね、はい、いきなりですね、はい、あの、はい、ありがとうございます。いいですね。じゃ東京スカイネット TV の方がですね、ぜひ僕の番組を見てみたいということで、はい。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、見てください。はい、すいません、すいません、Facebook はちょっとね、間違えました。東京スカイネット TV の方です。ありがとうございます、もう。はい、失礼しました。ありがとうございます。はい、今日はなんとですね、はい、このカビモも、これ被ってみなよーということで、はい、やっておりますので。まあよかったね、まあね、これ、僕ね、こういうの大好きなんで、ちょっと今後ね、なんかライブとかね、まあね、出落ちって言わようかなんだろうかね、こんな感じでね、いろいろとね、カビモをしながらね、歌を歌ったりとか、面白いことをやっていきたいなと思っております。お、山ちゃん。はい。今日の MC は誰ですか？今日の MC 僕ですよ。はい、今日の MC は僕、山でございますよ。はい、メインパーソナリティシンガーソングコンビニパフォーマーの山でございます。ゲストの山ちゃんこんばんは。ゲストじゃねえよ、ゲストじゃねえよ。ゲストのカニさんこんにちは。はい、こんばんちゃえって来たよ。違いますか。はい、じゃあちょっと説明します。はい、この番組は、山による、山のための音楽情報バラエティ番組です。時には一人で MC をして、時にはゲストを招いてグダグダトークをしたり、時には歌も歌っちゃう内容となっております。ですが、随時チャットもですね、あの、割り込みして結構でございます。放送途中にあのお酒飲んで、酔っ払っちゃったこともありますけども、まあそんな感じで皆さんと一緒にね、楽しくね、トークをしたいと思いますので、よろしく、お願いいたします。山ちゃん何これ、なんですか？ひろかちゃんまだって何？はい、早速、どうしたかな？すいません、あの、ひろかさんっていうのはですね、見てない方、前回ですね、2月の14日ですね、2月の14日、先週、あの、出ていただきました。はい、砂川ひろかさんですね。はい、お送りしましたので、今日はね、今日はごめんね、今日は僕一人なんで。はい、いや、でもね、はい。帰ろうか。山ちゃん、はい、もうアウト。いやいやいや、アウトじゃないですか。今日はですね、じゃあちゃんとね、あのね、用途ね、やっていきますので、よろしくお願いします。ちょっとじゃあねーって来たよ、ほら。いや、帰んないで、帰んない。いや、消さないで。あ、代わりに増えた。3人。ありがとうございます。YM の山の山でございます。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、ちょっとね、服を脱ごうかな、これ。あ、熱い、もう。熱い。はい。で、はい。で、今日もね。どこまで脱ごう？いや、今日はこれね。はい、今日はですね、はい。で、あとですね、やっぱせっかくなんで、今日もですね、前回もです。前々回ぐらいかな。もう、ちょっと呼ぼうかな。奈良さん。あー、どうも、奈良さん。ありがとうございます。なんか、今日もちょっと用途ですね。あの、実は奈良さんね、あの、用途宣伝してくれたんですよね、Facebook とかでね。そうだよ、宣伝してあげたんだよ。はい、どうもありがとうございます。はい、ね、はい、奈良さんとはね、用途ね、最近はね、こうしてね、あの、声だけ出演させていただいておりますので。声だけ出演レギュラー化してるよね。ですよね。はい、なんで、ね、もうぜひとも、あの、なんかあったらちょっとですね、あの、用途、あの、ヤジ飛んでも、ヤジ飛ばしても OK なので、この負けに関しては。静かに見てる。ダメなんすか今日。いや今日ダメ、いやいやいや、ダメじゃないよ今日はね、ちゃんとねやりますよ。はい、じゃあね、そんな感じで今何時かな。はい、ポンポンさんが奈々ちゃん気安く呼ばないで。あはははは、そう、うち高いんだから、ね、高いですか。高い。いくら正解か。と今ね、7だけに7でしょ。7だけに7万円だよ。いやいや、ほんとに。まあ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 、じゃあね、どうしよう。今日山ちゃん大変だね、ギャラ払わないといけない人いっぱいいる。いやでもね、今日はね、ちょっとマジ緊張ね、しちゃってますけど、いやね、このね、緊張はね、あのね、夏、去年の夏にね、行ったね、鹿島祭以来ですよ。いや、この緊張さ。山ちゃん何もしてないじゃん、鹿島祭で。いや、してない。山ちゃんだってベンチで寝てたもん。いや、確かに。寝てましたけど。何緊張してんの？いや、違うぞ。あのね、まあちょっと。住民の騒音問題だったでしょ、だってあのロビーであのいびき。いや、あの貸し忘れ時に
まあちょっと僕ね、ご一緒させていただきまして、あの、ちょっとね、ロビーでね、ちょっとね、ちょっとやっぱりね、スカイちゃんで寝てたんですけど、まあね、いろんな人にね、見られたっていうね、その光景をね。だってあのいびきだよ。いや、まあね、いろんなね、まあね、まあちょっと話すと、まあ、要はね、このね、去年の7月にね、菓子祭りというところで、僕もちょっと行かせていただいたんですよ。で、そして、例えば、湘南の会場のハン君さんとか、動画に。ポンポンさんが。何ですか？山ちゃん。はい。無駄にテンション高いよ。あのね、確かに。あのね、ポポさん、もうね、テンション高くないとやってけねえ。もうやってけないから。バイトー。あ、ありがとうございます。もしもあ、で、今日はね、ポポさん、今日はね、あのね、テンション高く、で、聞きやすく、やっていきますので、はい、よろしくお願いします。まあ、とにかくですよ。まあね、去年の菓子祭りの時もね、ハン君さんとかね、ノーバディノンさんとか。なんか変だって、ハン君さんって。ハン君さんって変だよ。まあまあ、で、ミオクさんとかね、お会いして、ちょっとね、やっぱちょっとド緊張しちゃったこともあったんでね。じゃあ次回、ミオクさん呼ぶ電話で呼ぼうか。いや、この番組はこの番組で僕、いろいろと、それはまた後日。まあ、また次の時で。デフテック。いやね、もうね、僕もの、棒になっちゃいますから、棒人間になっちゃいますから。あ、でも、レンゲさんもゲストで出たいって言ってたよ、そういえばこれ。え、マジですか？でも、八王子まで収録に来てって言ってた。いや、まあ、じゃあ、いつかその日を。ほら、ポンポンさんが優しいね、ポンポンさんね。はい。山ちゃん、一回深呼吸。あどういうか。はい。どんだけ優しいんだろう。はい、全然わかりました。じゃあ次のお話に行きたいと思います。はい、ではですね、じゃあまず、はい、一応いろいろと今日も話があります。じゃあまず、一発目、この話、どどん。はい、2月の16日土曜日、サガライブのお話。ありがとうございます。サガっておかしい。サガがね、サガ、すいません、下がってなんだよ。すいません、すこまれてしまいました。すいません。SAGA、それ山じゃん。はい、ですね、16日の土曜日にですね、はい、世紀末2の、カバーイベントですね。世紀末 2？ 世紀末2ですね。あってる？世紀末だよ。あ、世紀末。あ、世紀末だ。世紀末2って何？世紀末、はい。世紀末、はい。みんないつ壊れた今。世紀末2。世紀末、はい、すいません。世紀末の、はい、カバーイベントに、はい、僕もですね、出させていただきました。はい、でもね、いやね、どう言えばいいかな。どう出たかと言いますとね。どう聞けばいい。いや、あのほら、ポンポンさん、サガ。サガ。サガね。はい。で、僕ね、まあ出て、で出させていただきましたけど、いやー、まあ要はね、まあ何をしたかと言いますと、途中ですね、ポールダンサーさんのですね、ステージがございまして、でそこでですね。僕で、なんと、下部役って言えばいいですか？まあ、奴隷役と言えばいいかもしれませんけど、まあ、そういうふうな、まあ、体で、出まして、で、なんと、ポールダンサーさんと一緒に共演したというね、ことをちょっとやって、やりました。で、まあ、今度さ、その、はい、様子は、映像で出してあげるから。あ、本当ですか。じゃあ、この番組で。番組で。じゃあ、はい。じゃあ、後日、その様子の番組にちょっと、様子を流しますので、ちょっとお楽しみくださいなんですけど。いやーね。ポールになったの。そんな、いい思いさせるはずがない。しないですね。はい、今回、なんとですね、実はこのスタジオにもですね、この上にあるんですけど、この上にあるんですけど、上にチェーンがあるんですけど、チェーンがあります。そうね。あ、いいですか？すみません。あ、ありがとうございます。わざわざ。はい。あ、見えるかな、見えるかな、あ、見えないね。見えないですね。まあ一応この上にですね、あ、チェーンがあるんですけど、このチェーン使ってなんと自分、鎖にね、こうやって、で、それでこういうふうにグーって引っ張られてね、そういうのをやって、でも本当になんか、最初は逃げてんだけど、で、そういうふうに、その時、チェーンでこういうふうにかぶせられて、こういうやって、いやいやなんだけど、そのポールダンサーさんのダンスを見てなんか徐々に高血圧。え、でも笑って喜んでたよ。いやいやいや。蹴られて喜んでたんだ。いや、じゃあ、いや、映像は喜んでるように見えた。いや、それは、いや、それはちゃんと言いますけど、うん、あれはちゃんと、そういう風に、ほら、
さすが MO くん。違う。MO じゃないです。いやでも、いや S S なのかわかんないですよ。まあね、まあね、でも本当にそのチェーンを巻かれてやったりで、それで徐々にね、その最初はすごく嫌がってたんだけど、そのダンサーさんのステージに、あ、なんて、なんて、それを見て、どんどんなんかこう、その人にだんだん近づいていくみたいな感じで。でも、おっぱいに触れてたでしょ。おっぱいやまたがれて、おっぱいに触れてたでしょ。鳥だけ。だって、またがれてたよ。いや、ほんとまたがれてたんですよ、だから。いや、だからまあね、びっくりしましたけどね。いや、でも、まあ、それはちょっとさて、本番中はね、抱きついた。いやいや、抱きついた。抱きつきませんから。おほら、ポンポさん、僕は MO です。ポンポさん M だった。公言していいんですか、ポンポさん。公言しちゃっていいんですか。いやね、だったり。で、その後に、また、2回目のステージの時は、今度はまたチェーンで、まあ、繋がれていって、で、今度は、まあね、なんか、縄ね、縄で実際にちょっと、なんか今度は縛られてしまうというね、感じでやってて。いや、でも、僕はいや、そういうのって本当に初めてで、その前ね、そう、リハーサルした時、全然できなかったんですよ、リハーサルした時。もう、なんかどういう風にやればいいかどうか全然わかんなくて。いや、でも、やっぱ本番ね、あの空間でやると、やっぱなんかこう、その空気感でやっぱりなんか、やっぱ用途できるもんだなと思ったりもしました。でもやっぱね、あれは緊張した、本当に。今日、ヨシ君来てないね。そうです。そうですね。よしくんと、あと、翔太くんも。翔太くん。まあ、翔太くん。翔太くんもね、また見ますよとは言ってくれたんですけど。ゲスト二人誰だろう、今日ね。そうですね。でも、初めての方ももしかしたらいいかもしれませんね。どうも。ゲストの方、よかったらですね、チャットできるのであれば、書き込みとか、お願いいたします。はい。なんですけど。どうする？デスられたら。書いてください、つって。もしもーし。いやね、でも。ヤッホーってくるの。ヤッホーで。いやでもね、いやでもね、ほんとね、いやでもいいですよ、別にそういうに、まあね、ディスられたとしても僕はね、頑張りますからね、はい、なんですけど、まあでもほんとにね、結構メイクもね、して、結構泥だらけになって、で、あとはね、ここね、しっかりと、ね、いや、全然泥だらけじゃなかったよ。なんで、いやでもね、やってくれたんですよ、でも。やって、それでやりました。で、それでイベント自体もですね、ほんとに世紀末のですね、ほんとにデーモン、閣下、で、あとそのメンバーさんいますよね。その格好してこすって、そうやって、めちゃくちゃですね、盛り上がりましたね。もう、殺せーって感じでやったり。あ。はい。秘密です。秘密ですか？秘密。あ、絶対知ってる人間だね。あ、クロスライダーさん来たよ。あ、クロスライダーさん。お久しぶりですね。お久しぶりです。あ、クロスライダーさん、今度ナナちゃんの。はい。車の番組にゲストで出てください。はい、お願いします。はい、お願いします。オファーです。はい、どうもーって来た。あ、はい。ぜひ、はい、ちょっと出てください。車の、はい、本当に。はい、ぜひ、ちょっとお願いいたします。はい、こういう感じで言おうと会話してますけども。えって来た。クロスライダーさん。いや、やっぱり、ぜひ、ちょっと。はい、クロスライダーさんは、以前ね、年末にですね、この番組、出ていただきました。なので、はい、このカーレースとかっていう方でございます。ジムカーナーのね、そうなんです、あれなんだよね、はい。テストレースのレーサーさんなんだよね。はい、そうなんですよ。はい、なんで、ちょっと、ちょっと、奈々ちゃんのイベントに出てほしいね。車のお話をしに。はい、なので、はい、また、で、クロスライダーさんの、ね、はい、走行を東奥島にしてもらって、はい、収録してね。あ、いいっすね、そういうの。許可取るから、登録許可。あ、ですか。不当で。おー、そうそう。で、コネクトできるように。そうですよね。で、クロスライザーさんとは以前ね、ほんともう去年、あ、もう去年だ。去年ね、一緒に首都高をね、乗ったんですよね。首都高で一緒にドライブに誘ってくれて。あ、なんかダートだって。あ、ダートですか。うん。おー。じゃあちょっと本当に。いやでもね、ダートだったりね。で、僕本当に以前首都高湾岸線を一緒にドライブね、した思い出もありますよね。ちょうど去年ぐらいです。なんかさ、山ちゃんがドライブって言うと、はい、首都高ルーレットしたみたいに思われるからダメだよ、その言い方は。あ、ですか。普通にさ、はい、安全運転でドライブしたんでしょ。あ、もちろんです、もちろんです、それちゃう。この話題の中でドライブ、首都高行きましたって言ったら、ルーレット族だと思われちゃう。あ、そうです。でも本当に安全。プロの方だからね。はい。でも本当に、ね、もちろん安全運転ね。安全運転ですけど、本当に素晴らしい。はい、山ちゃんだけでいいよ、暴走するのは。本当ですよね。もうね。トーク暴走しちゃうからね。はい。いらっしゃい。いや。まあそんな感じで。じゃあちょっと話戻しますか。クロスライダーさん、もちろん安全運転でした。あ、はい、もちろんです。はい、山ちゃんが安全運転じゃないの？ああ、ですかね。山ちゃん免許ないからね。免許ないんで、はい。またね、取ったら、暁にはね。そう、今言ってるんですよ。
番組の企画で原付バイクの免許を取りに行こうっていう、はい、ね、ですよね。でも落っこちたら最高。いやでもな、いや試験は受かりたいもんですよね、最悪。試験だってうちの後輩さ、はい、プレイステーションの免許を取ろうっていうゲームがあったのね、はい、あれで学科の練習をして、はい、一発で受かったよ、はい、原付免許。あ、マジですか。そう、あれね、リアルにね、ちゃんとね、はい、いい問題出るんですよ。マジですか。そう、うちのね。まあでもね、そういうのはやっぱりね、ちょっとね、できます。あ、ほら、クロスライダーさん、はい、面白いこと考えてますね。はい。ゲストの方、ダサ。ダサ、誰と思った。まあ。多分ね、俺思うに、はい、SAGA だと思う。マジですか。あ、ですか。多分。はい、ありがとうございます。まあね、まあ、そういうことがあって、でも本当にね、16日のイベントは盛り上がりましたので、ちょっと、ね、本当に皆さん、お疲れ様でしたっていうことで。山ちゃんの演奏が始まったらすごそうだな。ああ、ですかね。多分そしたら分かるよ、誰だか。ああ、ですかね。演奏しだしたら。ですかね。まあ、でもね、本当に言おうとありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで、まあ、やってみます。じゃあ次行きますか。はい。次が、はい、ババーン。はい、じゃあこれね。じゃあ曲かな。あ、曲行きますか。一応この後、このもう一個話してから。あ、そうなんだ。シフティの後になってるけど、これ。あ、待ってください。シフティの後に、そうです。シフティの後に、僕の、歌の時間もございます。これ、見てください、皆さん。また適当です。また適当です。いや、でも、先週もみんな見てるからね。いや、でも。適当。いや、でも今日は。じゃあ、それ見せてごらん。あ、今日。自信ある。今日はね、こうね、ちゃんとね。皆さん見てください。これ、全然わかんないでしょ。いや、わかんないけど。いや今日はちょっとね、さすがにうちの子供のジャポニコが中長どころじゃないよそれ。いやでもね、まあね、ちゃんとね、まあ私構成は考えてるんですよ。なんで飛び方で汗構成って適当芸人山ちゃん来た、久々に来た、やってるフリー芸人芝居ではメガネザルメガネザルかよ。俺ってなんだ。まあ今日山ちゃん、はい、とても大事なお客様いっぱいいますからね。そうですよ、実は目の前に。そうですよ。でカメラ見てくださいちゃんとね、はい、お客さんのとこキョロキョロ挙動不審になんないで。はい。やばい、もうね、今日はですね、ほんとマジ緊張な中やってますけど、いやね、これね、まあちょっと、あ、まあ次の話する前に、でもね、ちょっとね、やっぱ初回ね、さっきね、初回スペシャルのね、トークちょっと見たんですよ。はい、ちょっと見させてもらったんですけど、いやーねー、全然ね、まあね、やっぱ最初の頃の初めてやった時の ね、番組ね、はい、初回だけじゃ多分皆さん分かんない。ああ、そうですね、うん、はい、本当にね、7月からこの番組、まあ、いろいろ、まあ、リニューアルを繰り返しながらやってますけども、たまた第1回のね、4月の放送を見まして、いや、まあねー、今はちょっとはね、昔に比べたら今の方がようやく落ち着いてきた感はあったんですけど、いや、やっぱ恥ずかしいですね。山ちゃん、はい、ポンポンさん、山ちゃん、はい、根が多いね。山ちゃんさ、ちょっとこの番組見てくれてる方がみんな多分今5人いるんだけど、はい、多分あの Facebook とか Mixi で告知したやつで多分見てくれてるんだと思うのね。はい、で皆さん多分勘違いしてる部分もあると思うのよ。そうですね、すごい人ってね、はい、で、テレ東じゃなくて、あ、すいません、他のネットテレビをね、やられてる、そうですね、まあ、すごい方なんですけども、はい、いろいろ、まあ、ね、業界的な人ではあるんですけども、はい、そうです、はい、そうです、先ほど山ちゃんが言った、ね、ちゃんと説明してください。はい、もう一度、もう一度言いますね、初めに、はい、東京スカイネット TV ですね、東京スカイネット TV、今見てる、はい、っていう方がですね、はい、ぜひちょっと見てみたいということで、はい、実はもうね、夕方からわざわざ、はい、待ってくださいまして、この放送を、はい、すごいデスリーが来た、デスリー、はい、唾飛ばしすぎ見えるんだそれね、見えるんですか、見えますか、俺絶対ね、 SAGA さんだと思う。いや、はい、いや、まあそこはね、いやでもね、愛だと思ってちゃんと受け止めますので、はい、ちゃんとやっていきたいと思います。唾飛ばしすぎって愛なの。 あポンポンさん書いてくれた、ね、はい、東京スカイネット TV、 そうです、はい、そうです。で、それにね、ポンポンさん、奈々ちゃんが今日、収録をしていただきまして、曲の、はい、で、ちなみにポンポンさん先取りでやっちゃったもん勝ちで小橋の新曲をピックアップしていただきましたんでね、はい、で、来月、はい、奈々ちゃんのその曲も
本レックに入る予定でいます。お、ね、頑張ります。はい、おおってきた。はい、じゃあそんな感じで、もうポンポさん頑張ってもらおうね。もう3月24日奈々ちゃんのステージを。はい、まあ詳しくまたね、明日ね、明日だよね、また奈々さんの放送ございますので、ね、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。はい、じゃあね、シフティのライブの件はまたちょっと告知の時にまたちょっと言おうと話したいと思います。はい、はい、ではですね、じゃあ続いて、はい、じゃあせっかくなんでね、はい、僕ですね、実はいよいよとですね、まあこう見えてもこう見えてもまあ曲をいよいよと出しておりまして。そうだったの？はい、そうだったんですよ。山ちゃん歌を歌えたんだ。はい、歌を歌って。あ、でもここに CD あったね。はい、CD こちらございます。これでも山ちゃんのじゃないんでしょ。他の人が歌ってて山ちゃんが顔で出てる。いや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 、そのファンキーモンキーベイビーズみたいな。そう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 。あれさんまさんも写真撮ったよね。いや、そうですね。そういうノリでしょ。いや、一応僕です。だって山ちゃん芸人じゃん。いや、まあ芸人というかシンガーソングコメディーパフォーマー。あ、本坊さんが見えないって。見えませんか。見えない。はい、ということで。光っちゃってるね。はい、光っちゃってますね。はい、あ、これ見えますね。はい、っていう感じで。はい、見えます。やってます。はい、でね、せっかくなんで今日ね、初めて見る方もいるかもしれないですし、最近ね、僕のね、昔のね、旧知の仲間の人たちもこの番組を見るようになっていただけましたので、ちょっとね、その子も含めてちょっとね、これ一応さっきの CD 見せたのはセカンドなんですけども、ファーストもございます。で、今日はその楽曲をですね、せっかくなんで、フルバージョンで歌おうかなと。目の次はあのが多いよ。はーい、気をつけまーす。これ、もうね、半年経ってんだよね、もうね。半年経ってんのにね、未だにね。そうか、もう半年か。はい、4月なんで、はい、もう半年経ちました。でもワールドセンスのさ、なんとかとかやってたのから入れたらさ、もう1年だよ。まあそうですね、あと、そう1年ですね。山ちゃん24時間テレビもうあともう少しで1年、はい、まあそうなりますね、早いもんですね。じゃあ今年富士登山なんでしょ。だってポーポさん言われてたじゃん。言ってましたけど、まあまあそれはあれ、ヒッチハイクの旅ってどこ行っちゃったの？インドの旅とか。いやそれはインドは僕の夢っていう夢の話です。ああ、なるほどね。夢の話、ね、その夢のために家なき子になっちゃった、はい、じゃあそれ違いますから。はい、まあね、言おうとね、夢の話も含めてちょっとね、この番組で語ろうかと思って、はい、7月からやってまいりました。なのでまあね、過去のライブラリとか YouTube で、いろんなねゲストを招いたトークとかも、やっております。なので、まあ、本当に、この間ね、ちょっと久しぶりに、前のね、仲間の人と話をする機会があって、その時も、見たよっていうふうに言ってくれた方もいらっしゃいますので、ぜひです、チェックをお願いしたいなと思っております。はい。じゃあ、ちょっと、じゃあ、歌を歌おうかな。CD ですね。はい、すいません、お願いします。で、途中で止めていいんでしょ、ダメだったら。今日審査員いるよ。そうですよね。ガーンって来るかもしれない。喉自慢みたいな。うん。いや、カーンはやだな。はい、じゃあ、流れました。4曲目ですね。はい、じゃあ、歌わせていただきます。山で君のここへホームラン。結局出せまーす。よし。はい、生で歌いますよ。三振ばっかのアウトの連続だけど、それはもう過去の話。この思いをバットに託して遠く彼方へ別のさ。君の心へホームラン、ハートに飛び込め。はいはい、君の心へホームラン、ホームランだよ。僕は走るよ、ファーが走るよ。いつか僕は約束したんだ、このボールを打ってたらね、君にすごくハグするってね。アウト、だからアウトでよ。僕は別のさ。君の心へホームラン、ホームランだよ。ハートに飛び込め。は
いはい、君の心へホームラン、僕は走るよ。オンボール、オンボールじゃないよ。はい、皆さん、あなたにとっての心のホームランを打ってくださいね。ワンダーセーフォー、ライバルからのフォークボール、球は急に落ちていく、だけど次の瞬間僕、あれもうチーンって来たよ。ちょチーンじゃねえよ。聞いてください、オフサイドとチーンが来ました。聞いてね、聞いて、山ちゃん一人でノリノリとか来てますよ。ハードに飛び込め、はいはい、君の心へホームラン、僕は走るよ、はい、はい、君の心へホームラン、ハードに飛び込め、君の心へホームラン、僕は走るよ。もうああイエローカードだって、もうイエローカードだよいしょ。はい、はい、そんなわけで、君の声オーダーでした。ヤマちゃん、いつからさこんなに曲調変わった、なんかリリックが勝手に変わってたよ。いやちょっとですね、いやでも、でもそんな変えてはあんまいなかったよ。いつからそんな振りとかさ、行くよとかさ、ついたの？あれはアドリブが。それはアドリブですよ。さっき、まあ、アドリブ。きっと今日ね、ボボさんとかみんな、はい、多分何度か聴いてると思うの、この曲ね。はい、みんなびっくりだよ。ノリノリとか、オフサイドとか、チーとか、イエローカードとか。オフサイド、イエローカードじゃない。でも、はい、みんな、パチパチパチって、はい。ありがとうございます。はい、優しいね。優しいですね。はい、でもあれでしょ、はい、満塁ホームランじゃなかったね。ほら新しいバージョンオッケーってボンボンさん。それ何、7月のボンボンさんの古賀のライブの時にやるの？いやもちろんこれもう。じゃあカラーバット持ってってもいいね。です、あカラーバットですか。で俺多分あの、はい、何球投げるか。あ高級の方がいいか。高級ですか。で山ちゃん頭でこう打って。頭です。デッドボール即死。ほら。クロスライダーさんもアドリブがついたのにびっくり。はい、すいません。まあね。俺も初めて見たよ。あすか。あのギター、あの実際僕本当に歌これであの音源で歌ってる時はこうやってアドリブを使ったり、まあ用途をやったりしてますので、まあよかったし、ギターでもまあやってますけど、まあこうしてあの何あの音源で歌う時もありますので。ポンポさん勘弁してください。ポンポさん、ポンポさんの現地に出てたのに。ヤマちゃん頑張ってるんだよね。頑張ってて。ボボさんでもだが断る。だが断る。ちょっとそれいやー。ヤマちゃん多分、はい、逆立ちしてバット振ったり許されるから。いやいやいや。すげえマジでだが断るって初めてやられた。もう3月24日 42.195 完走しなかったらもうバット振れないよ。やべえ、ほんと頑張ろう。ちゃんと練習してんのフルマラソン。やってるんすけども、なんかあやってるんだ。やってはいいですけど、やってますよ、やってますけど、ちょっとねほんとこの後もねほんとはまた走ろうと思ってるんで。でもポポさん聞いて、女でね忙しいらしいですよ、やばい。電話出ねえもん。いやあの最近なんかね、お、ね、違いますからね、なんかね周りでそういうなんかね、なんかそういう話が結構浮上してるんですよ、ね、でしょ。うん、最近びっくりしちゃって。だから山ちゃん実際どうなの。え、実際ですか、うん、実際は、いやだってバレンタイン2個もらったって言ったじゃん。いや2個もらえた。1つはこの間来た子でしょ。この間来た子です、はい。もう1つは、もう1人はまた別のところでイベントとかで出会った方から、まあギリチョコですけど、まあよかったらどうぞって。ええギリチョコ、ギリチョコ。山ちゃん得意な逆難。こう見えて山ちゃんね、ストリートライブで逆難されるんですよね、女の子にね。まあ確か、まあ、女友達だけは多いですね。ただ発展がないっていう。いやあのほらほら、モテ期いいな。きっとモテ期だよね、山ちゃん今ね。でも分かんないです、確かに。でもお金ないけどね。いやでもなんかこの間、いや今日もフェイスブックで、あの元校の同級生のなんか、うん、頑張ってねっていう風に言ってくれたり。ほらモテ期じゃん。モテ期。あら羨ましいってきた。やば。やっぱ山ちゃん、あの2008年のだけどラブホテル特集のあげるよ。
いや、あの、待ってください。いいじゃん、常にストリート時持って歩くの。いや、逆断されたら今日はどこ行こうかなみたいな。あ、上野さん、あの、僕そんなイメージじゃないんで、僕そんなつもりで、そんなつもりで。千葉だよ、千葉。いや、違う、違いますか。いや違いますね、そっちですね、夜のデートスペシャルですね。いや、あ、いいですか、いや、これね、聞いてください、さっきね、それあげるよ。いや、これあげるって。あげるいやね、でも2008年のだから、ああ多分だいぶ情報変わってると思う。これ本当にラブホテルですよ。いや、カップヌードル、そりゃそうでしょ、俺が使ってたんだから。いや、でもそれ、僕はあ、ポンポンさん、はい、その子にお友達申請出そう。教えてあげなきゃ。ポンポンさん、いや、まあやべえ、何今日こんな汗かくんだ。今日すごい、みんないっぱい来てるよ。来てますか。はい。いやーねー、いや、でも僕そんなキャラじゃないですからね、もう本当に。大丈夫。はい。え、大丈夫ですか。大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫。あ、もうでも、OK、あ、いいですか。わかりました。まあね、気分だけど。待て、あのね、本当にあっという間にもうこんな時間だよ。じゃあね、いつもより遅いじゃん、だって。遅いか。だってこれ山ちゃんくれた情報では、はい、今から歌うことになってるよ。まあそうです。あ、でも、あ、いやいや、でも結構オンタイム。オンタイム。何気にオンタイムです。どうしよう、次でよ。でもうあと10分ぐらいすると今日延長のしょってくるんだ。いやでもね、今日どうしようかな、なんかね。ポンポンさんも来たじゃん、はい、そんなキャラだよ。あ、ですか。どうしよう、もう一応次ね、企画考えてはいたんだけど、うん、どうしようかな。でもまあでも山ちゃんさ、今日せっかくだから、はい、即興とかさ、はい、普段ね、久々にもう約半年経つってところ節目としてさ、そうですね、はい、でお客さんも来てるし、そうですね、たまにはちょっと山ちゃんの良さを見させてあげようかなと、皆さんに。はいはいはい、ね、何かお考え。うちのギター貸してあげるから、はい、山ちゃんオンライブで。たまには。たまには。あ、じゃあライブとして。で、皆さんにお題をもらっておこうよ。あー、今。最初は山ちゃんの歌を歌って。あ、じゃあそっちで。で、はい、おネタが来たら。そうですね。こう、皆さんで投げていきますから。あー、わかりました。じゃあ最初は僕の曲を、じゃあ歌う感じで。でも突然投げられたら突然歌わないとダメだよ。メドレーみたいに。マジですか？うん。当たり前でしょ。即興芸人だもん。いやで、ね、あのね、山ちゃん最初俺に会った時に、はい、僕即興でライブできるんですよ、自慢してたじゃん。いや、そうですけど、結構すごいっすね。いやね、じゃあちょっと急遽企画変更。でも、はい、ミュージック止めちゃダメだよ。ミュージック止めちゃいけない。そのまんま連なって歌ってってね。マジですか。じゃあ企画変更しますか。じゃあはい、行きましょう。おーい、じゃあ多分みんな見たいと思うよ、ね、山ちゃんの凄さを。どうできる、隠れた才能。いやー、頭回ってる。頭回ってる。いや、怖いですよ今日。でもこの間でも絶好調だったよね、即興2週間ぐらい前。あーですか。みんな驚いてたじゃん、ガンガン投げてガンガン歌ってて、山ちゃんすごいねって言われてた。まあじゃあちょっとやってみますか。ちょっとまあね、まあまず自分の歌を。はい、じゃあ、じゃあ皆さんお題を投げてください。はい、じゃあちょっと、じゃあ僕の曲から、じゃあすぐに行きます、うん、元気か。チューイング大丈夫。チューイング大丈夫です。元気ったら怒るよ。ああ、わかりました。ちゃんと優しく言ってます。クソ悪い。じゃあちょっとちゃんと聞かないとな。もしもーし。はい、じゃあありがとうございます。カメよ。ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあ歌ってます。来たよ、もうお題が。もう来ちゃったよ。徳川家康。徳川家康。歴史だ、今日は。サルカニ合戦。サルカニ合戦。マジ？マジ、行けないか。じゃあちょっと、徳川家康、サルカニ合戦。はい、ボボさん、クロスライダーさん、皆さんください。ゲストの皆さん、うわー久しぶり。あ、来た、織田信長、今日歴史なんだよ。じゃあ熊本城。マジか、これメドレーできるかな。もうじゃあちゃんと、ね、できるか、できるか。もしもし。じゃあ俺ポールダンス。ポールダンス。あ、また来た、クロスライダーさんが。豊臣秀吉、坂本龍馬。ちょっとお題待て。すごいね、今日本当に武将だよ。できるか俺。戦国系だよ、もう。いやね、これ無茶ぶりだからね。じゃあちょっといきないですか。じゃあ頑張ろう。頑張りますか。じゃあ、また来た、勝つ回収。いや、そこでストップ。一旦ストップだろ。でもこれ歌ってた時、なかなか聞こえないですよね。頑張れ。
ヤッホー。もうね、この番組こういうね、いきなり企画が多いよ。じゃあ行くよ。じゃあ、やるだけやってみましょう。はい。さあ、今日はちゃんと歌を歌えるのかな。お題元に即興ソング。いけそう。じゃあ何で行こうか。いや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 。いや今日はねこの感じで行きたい。行きたい。あ、厚木 P 本当に寝ちゃった。マジですか。まあでも厚木 P 多分ありがとうございます。いやね、こうしてね、いろんな人にね、まあこうして見てもらえる番組でございます。ですね、まあね、僕のこの番組もう一度説明しますと、音楽情報バラエティ番組ですけども、こうしてね、急遽その場のノリで企画をさせちゃったりで、今日もぶっちゃけ一応企画はあったけども、まあね、そっちの方が面白いやと思ったらね、そっちにね変えちゃったりしちゃう、結構ね破天荒な番組ですけど。今日動くね、山ちゃん。いや、そりゃそうです。そりゃそうなの。いや、緊張ね。そうだったんだって、ポーポーさん。そうだよ、この番組はそうなんだよ。いや、本当はでもね、浜崎あゆみさんが好きだから、浜崎あゆみさん。でもこの間違うし、言ってた。いや、浜崎ねえ、ぽぽさん浮気ばっかしてますよね、こいつ。あゆだって言っといてさ、いや、僕は一緒にライブまで誘われておきながらさ、浮気したじゃん、椎名林檎とか。いや、僕はそういうね、浜崎あゆみさんとか。あ、ほら、来た来た。はい、アダルトテレビとかと思った。アダルトテレビじゃねえよ。違いますよ。まあね、この番組は今日はね、浜崎あゆみさんの歌の歌詞についてちょっとね語れたらいいかなと思っても。あ、じゃああゆ歌えんの。あゆ歌、いや、あゆはちょっと歌え、なんか、え、
なんか歌えないの？いや、歌えないですよ。僕はちゃんと聞く側。ナナちゃん、アイコ大好きじゃん。はい。ナナちゃん、アイコ何でも歌えるよ。歌えますか？だから歌えるでしょ。ポンポンさん、こいつ嘘ついてますよ。アイコ好きだったら歌えるもん。いや、ね。いや、まあ言うとね、まあ僕初期のね、浜崎あみさんが好きだからね、ユウとかね、ボーカフェイスとか、ね、言い訳する。まあね、じゃあこの話はまたね、時にはまあね、好きなアーティストさんの歌詞のこととかも話をしたりもするし、あとはね、この間やったのは、歌詞対決っていうのをね、やってて、まあそのインスピレーション、お客さんからの視聴者からお題をもらって、それに対したなんかそのフレーズをね書いて発表するとかね、そういうこともやっておりますので、ぜひまたですね注目してください。はい、ということで、いやーねー、はい、ということで以上。何、何、山ちゃん疲れてんね今日。疲れますよ。でもまだ多分もうそろそろあれだよ、延長コールが来てあと20分ぐらいあるけど。でも普通にまだ15分前だよ。まあそうです。いやでもまあいやでも一応オンタイムで今日やっております。オンタイムで、はい、うん、じゃあここで、じゃあね、一応ね、宣伝もね兼ねて3月6日のことで、あゆ行こうか、ももクロライブ行こうか、悩む。どっち。いやまあ悩みますね、本当に。あゆとももクロっつったらどっち。あー、僕やっぱやっぱり高校時代からハマった、やっぱりあゆですかね。ももクロさんももちろん大好きですけど。はい、4月14日だった。あ、リアルにあるんだよ多分、愛のイベントか、ももクロのライブが4月14日に4月で行くって誘われてんじゃない。あ、公開で。いやでもね、その日、あーでもその日はね入っちゃってんだよね、もうね。4月14日ってあれじゃないの、小賀は4月20。あー、どっかちょっとすみません、ここからと愛が見えないですけど、まあまあでもね、やどくんけ、ポンポさんもね、本当に誘ってくれましたからね、年末のカウントダウンライブね。ポンポさん、体調どうなんだろうね。はい、今どうなんですかね。元気にやっておりますか。横でね、前もちょっとお電話で。あ、またチケット当たったの、ポンポさん。わお、すごいね。すごい。え、何でそんなに当たんの。そうですよ、カウントダウンライブとかって。ちょっと待って、ポンポさん、俺が行くよ。あゆだったら俺が行く。え、マジですか。で、俺、ゴーミさんに会ってくる、久々に。あー、そうです。裏方行って。お知り合いがいいんですよね。ゴーミさん、元気ですかって行きたい。マジですか。素で行きたい。そうですよね。いやね、でも、優秀結構混んだんですよ、あの浜崎あゆみさん。どこだろう、どこであんの。でも、ちょうど15周年ですからね、浜崎あゆみさん。あ、そうなんだ。はい、4月でなんと15周年です。あ、ポンポさん、ファンクラブが入ってる。あー、新米です、ね。それで当たったんだ。あー、おめでとうございます。へぇ、ね、うちの子供も喜んでいっちゃうよね、ああいうだったら。そうですね、だから僕もアッシュ大好きだったからね。おー、マジか。でも言うとね、埼玉だって、埼玉アリーナか。あー、SSA ですか、なるほど、ね、じゃあまたそのあたりも含めて、ちょっといいなぁ、山ちゃん。じゃあありがとうございます。はい、じゃあちょっと、そうそう、じゃあ次の、はい、じゃあそれではですね、まあ、焦るね、今日ね。今日走ってんね。違いますよ、僕決めたんですよ、ちゃんと、構成通りにやろうって。あー、そうなんだ、はい、そうなんだ。そうは問屋が下ろさないよ、多分みんな。だって、はい、みんなそんな優しい人はいないよ。いないですか。そうだよね。いないですかね。奈々ちゃんの番組は例外だけど、はい、山ちゃんキャラが違うもん。いやね、ほんとね、炎上するからね、みんなね。まあ一応じゃあ、とりあえずじゃあオンタイムでやりますよ。オンタイムでやりますから。押すね、今日。デート、おまた。デートじゃないですよ。ちゃんとやりたいだけです。はい、では、続きまして、宣伝告知の、コーナー。はい、というわけで、はい、まず3月の6日ですね。3月6日水曜日、シビアシスティで、はい、こちら、チーム、はい、こちら、ババーン。はい、地図出てますよ。地図出てますね。はい、こちらでございます。はい、サチヨシミュージックステーション渋谷バーシフティ3月の6日にございます。はい、今回も僕、山が、出番出ます。で、その他ですね、マジでちょっとポンポンさん、5月横浜アリーナあるんだって譲ってくれるって。おお、マジですか、ポンポンさん、行きますよ。本当に素で裏方行く、ゴーミさんに会いに。おお、いやでも本当に、ぜひちょっとね、うちのお店の
ね、スタッフだったからね、小海さん。いや、すごいですよね、うん、もうそういう方だと思う。いや、もう行きたい。いや、僕もちょっと一度はちょっとねえ、いやもうね、今年ね、もうえ、あゆっても今年いくつだ。いや、もうさ、あ、もう35か、あゆも。すごいな。そのぐらいだね。いや、でも今30、いや、でもね、いやほんと、でも山ちゃんは、え、僕あの、あゆの5個下なんで、一応今29です。29、あー、29歳で29歳で、まあ今年まあ、30になっちゃいますけど。いや、まあまあ、それもね、もうね、でもね、愛もね、あの30、もう今年35になっちゃうけど、もうね、相変わらず輝く存在として。かまぬかぶよ、かまないからね。かまねえ、かまねえ、かまねえ。ヤッホー。ヤッホー。ヤッホーですか。いや、でもね、本当にお綺麗ですからね、僕も生涯に一度はね、弾きたいなと思っておりますので、あ、続きしないと。で、3月6日の件ですけども、今回もヨートで、はい、ナーさんも出たいと。で、僕も出たいって、今回、マッツンというね、あの、ワールドセンスで、はい、僕も入っているんですけど、ワールドセンスの、リーダーやってます、マッツンも、登場しますので、よろしくお願いいたします。まあ、今回ちょっとね、ヨートで楽しくまたやれたなと思っておりますので、まあ、前回僕も MC にちょっとチャレンジしましたけども、今回も一応そういう。そう、ヤマちゃんどっから MC やったよね。そうそう、今週だっけ。今週は、そうですね、昨日もまあ別のところでちょっと MC を簡単にさせていただきました。なのでちょっと言おうと出ます。どんな人出たの。昨日の、あ、じゃあ昨日のイベントも、実はですね、昨日のイベントはまた別なんですけど、まあ横浜、じゃあ赤坂ブリッツで、あのワールドセンスとして出させていただきまして、でそれで有名な方だと桜塚くん、ヤックン、ヤックン出たの。はい、美女面ですね、美女面の方。ヤックン今何やってんの。今ヤックンで、その美女面の方でいろいろと動いてますね。はい、活動してます。なんかポンポさんがね、はい、山ちゃんバツイチだっけ。あの、僕まだ結婚してませんからね。結婚してないですからね。てか、実はバツイチだったの。バツイチじゃないです。なんで僕、あの、バツイチじゃないといけないですか。まったく、もうそうやってポンポさん、もう返しが難しいことをどんどん言ってくる。あの、逃がしてくれない。逃がしてくれませんね。てか、あの、毎回思うんですけど、僕が進行を進めたいんですよ。進行を進めて予定したいんですけど、でも、もうじき来るよ、またクロスライダーさんか。ですからね、きっと。はい、なんで、じゃあ、まあ、一応3月6日水曜日、こちらやりますので、ぜひ、ご期待ください。で、次回ですね、次回28日の放送なんですけども、はい、なんですか、また何か来ましたか。ちょっと変わった、バツイチ芸人山ちゃん。バツイチじゃねーし。やってるフリ芸人。あの、バツイチ芸人山ちゃん。やってるフリ芸人、バツイチ、あの、僕、むしろ結婚したいっすよ、もう、ちゃんと5年。だって相手いるじゃん。いないっすよ。え、いませんか。原宿にいるんでしょ。違いますから、もう、どっかの神社にいるっていう噂じゃん。違います。それも違う、それもなんかいろんな情報混じってますけど、違いますから。いろんな情報、いろんな情報混じってます。いや違う、あ、それは、あ、それは例えば先週のまあ放送で、あんな綺麗な可愛い子が山ちゃんの彼女になるはずないじゃん。違います、あれ僕のゲ、あの、与党、あのね、ゲストとして来てくれたから。あれ皇居のさ、池にいるさ、なんか魚とかでしょ。山ちゃんの家は池っていう。どんだけですか。もうだって怖くない、池から山ちゃん出てくる。ずーっていうか、どう思うんですか。何それ、もうほらほらほら、来た。なんすか、なんすか。ひろかちゃん。あー、はい、先週、あの、もし、まあ、先週の放送で、あの、出ていますので、よかったらチェックしてください。ね、ひろかちゃん、でもちょっとイベント呼ぼうよ、今度ね。そうですね、またちょっと、言うと個人的にも、ちょっと言うと、いろんなイベントに出て、はい、まあ、絡めていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、続きまして、来週放送なんですけども、ですね、一応来週ちょっとですね、すみませんが、来週はちょっと収録となっております。収録ですが、でもね、結構楽しいことね、やりました。なので、ちょっとぜひそちらの方、それ出ると思ってるでしょ。え、甘いな。え、個人的って来たよ。え、個人的。いや、あ、さっきの、いや、違う、大丈夫、大丈夫。山ちゃんの番組の時にジャックして、はい、あの、ひろかちゃんとか呼んで、みんなでここでジャックしとくから、クロスライダーさんとかポンポンさんで。で、勝手にジャック、勝手に、あの、スカイネット TV のカメラマンさんにお願いして、はい、はい、奈々ちゃんとかでみんなでジャックしとく。で、山ちゃん、その次の週はもう山ちゃんの番組ないの。番組ジャックですか。ゲストに呼んであげる。
今日はメガネタルさんです。待ってな、バツイチ芸人呼びました。待ってな、まあ、それも全あのもうね、ほらほらほら、クロスライザー乗っかってきたよ。みんなでジャッあのね、このね、この番組の怖いところ、怖いところ一つ、本当にやっちゃうところなんで、もうそれやめましょう。本当に皆さん来週木曜日待ってます。まあ、じゃあ一応予定として、予定としてはまあ収録の放送を一応流す予定なので。山ちゃん来週どこ行くの？来週はですね、実はですね、まあ、またフェイスブックとかでちょっと触れようと思うんですけど、まあ、実は大阪名古屋の方行ってまして、はい、でそれで行ってます。なんでちょっとね、今回ちょっとこっちの方にはちょっとはまあちょっと、ね、そりゃ大阪名古屋行ったらお土産いっぱい買ってきてくれんだろうな。やったー、お好み焼き。ほらほら、みんなこうほらリクエストでお好み焼きたこ焼き。いやまあまあ、俺名古屋コーチ。いやあーいいっすね。味噌煮込み美味しい。いいっすね。いやまあでも味噌カツでいいよ俺。味噌カツもいいね。まあでも、あうなぎでもいいよ。浜松で。浜松ですか。うん。うなぎうなぎ。ちょっとやればいけるよ。いやでも今ちょうどうなぎやばいじゃん。まあまあそうです。あほら姉さん呼びますか。ポンポンさん熊本からさすがに呼べないと思う。あでも今なんか暇してるみたいだもんね、カズ姉さんね。はい、あカズ姉さんっていうのは初回、1月11日放送の時にあのゲストに出てくれた方です。山ちゃんのギャラからひどくね。ギャラ出るの山ちゃんって。だって大阪行くからギャラ出んじゃないの。名古屋大阪で。まあそれはちょっとまあまあわかんないですけど、まあとにかく海老せんも有名ですよ。まあ言うとね。食べたいな。いいなー山ちゃん待ってるよ。まあまあとにかく大阪のキャベツ焼きキャベツ焼きだってまあね、一応次回はだからまあ3月生放送は3月7日になります。3月7日大阪行って撮ってきてよ、なんかネタ。まあ一応そこはちょっとあのワールドセンスとして松井に撮ってもらって、まあ松井今聞くないでして、まあ言おうと考えます。はい、なので山ちゃん名古屋から歩いて帰ってくるんでしょ。帰ってこれないですよ。ヒッチハイクの旅帰ってこれ以上第二景品ひたすら歩いてくれいいんだから。いやほんとな、300キロぐらいありましたね。え300キロぐらいかな、確か東京から名古屋まで。確か大したことねえじゃん300キロっていやまあ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 そんなわけで、だって人間さ、はい、1日30キロは歩けるじゃん最低でも。まあまあそうらしい、そうらしいですよ、ね、そしたら10日間あれば帰ってくれるでしょもうね、あの本当にあのちょっと頑張れば1週間帰ってくるよ。あの本当にあのやめましょう、本当にそういう。だってマラソン大会の前だよ、そのぐらいやんなきゃ 42.195 走るんだからいやまあまあまあとにかくちょっとね、ちゃんと、まあまあ、あ大阪の納豆よろってあるらしい。ああそうなんですか。へえ。ホームさん結構詳しいよね。ですね、はい、ね。クロスライダーさんも詳しいけど。あなるほど。じゃあ山ちゃんこれ後で控えてさ、全部これ買い物で買ってきていやあのそれ僕もあのね鍵がいますので、まあ何かしらまあ何かしらこちらね、あの5人分で5人分だからみんなの送んないといけないじゃん一応山ちゃんの分も数えてあげた今ですかもうね何でもいいだなもうなあポンポンさんとかにも買ってこないと。まあまあじゃあこちらまあ一応考えましょう。できる範囲で考えますので、できる範囲でね、できる範囲でね、できる範囲でね、はい、できる範囲でね、できるんだ、できるできる、山ちゃん明日から日払いで頑張れ、やれる男だよ、できる男、やれる芸人になろうぜ、まあまあはいはい、まあ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 、はいじゃあまあというわけで、はいじゃあ、はい、じゃあ戻すね、戻します、頑張って、はい、あほらポンポンさん、はい、お金貸すよ。あのポンポンさんリアルで、いやそういうのやめましょう、ちょっとお金貸すよってすごいお、ね、やめよう本当にそういうのいやでもでももう、ね、こ何話すか忘れちゃったんじゃないかもうじゃあとにかくね、またあの次週3月7日以降もですね、まあ今日また一人ですけど、またゲスト呼んで、まあ、トークをね展開したりしようと思ってますので、よろしくお願いいたします。今後はまあ、前回ね、なんかそういう読者モデルとか経験あるひろかさんってそう呼んだんですけど、まあ今後役者の人とか、まああとはちょっと僕がちょっと頑張ってなんかアイドル活動してそうかも呼べたらなと、ひそかに思っております。アイドル活動するの？え、大丈夫ですか山ちゃん。いや、しない僕はしない。マジかよ。で、さっきの振り付けが。あー、アイドルっぽかった。違う、僕アイドルやりませんよ。僕アイドルやりませんよ。へーって来たよ、ほら。新しい方。あ、また増えた。あ、また増えた。あ、あります。山の番組。ほら、山ちゃん、お会いかけになると来る即興。みんな即興楽しみに来てるよ。いや、お会いかけ。まあ、ちょっと待って。アイドル。いや、そこは僕ちょっと、まあ、言うと頑張ってやっていきます。好き長です。好き長一同ですか、もしかして。
なんか知ってる人？はい、以前ですね、どこの、以前ですね、そりゃね、以前僕の、逃げれなくなっちゃったね。以前僕のニコ生の方で、月が来たって、ほら来た。はい、そっちか。ゲストに呼ぶときって、役者をゲストに呼ぶときって、呼ぶときもある、まあね、そのときね、まあ言うとね、楽しい、まあね、方も来たなと思うんですけど、そういえばね、はい、みっちゃんもね、はい、奈々ちゃん主題歌今映画作ってるじゃん。はい、役者で出るよ。なんかそういうっぽいっすね。うん、そういう話も聞いてますので。だからみっちゃんも役者じゃん。そうそう、だからみっちゃんもね、まあまあちょっと機会があればちょっと時間作って、ぜひね、楽しめたらと思います。すごいね、なんかね。はい、ちなみに月永、どうもです。以前、その、月永っていうのは、ちょっと実は僕、以前ね、ニコ生の方で一緒に共演した方でございます。はい、以前の、はい。ハマテルのアレンジ。はい、それで浜坂で、ゆうきと、ポンですね。さてと、延長だな。はい、来ました。普通に来た。待ってください。スッと来ちゃうわ。何じゃあ何なんですか今ね。まあ、とりあえず待って。でいつもだとこっから15分延長なんで、ね。15分延長ですね、確かに。ね、でも昔は40分まで延長させられて、そっから走って電車乗ってたよね。電車ね、はい、ありがとうね。でも山ちゃん、残念だね。はい、今日ね、はい、車がある。じゃあ、でも多分、はい、そこの多摩川まで乗っけていかれて、さよならって。じゃあ、本当にじゃあ延長 OK なんですか？どうなんすか？相変わらず山ちゃん何言ってるのか聞き取れない。いやだからね、ちゃんとね、言うを言おうか。山ちゃんさ、早口なんだよ。いや違う、ね、じゃあ分かった、今日来てる方に聞いてみな、はい、僕の滑舌分かりますかって。すいません、ですね、すいません、僕本当に今日は意識して言おうと滑舌とか気をつけてね、やろうと思ってたんですけど、本当と皆さんからですね、無茶ぶりっていうのが結構ございまして、じゃあ山ちゃん、ウイロー貸そうか。ウイローあるよ、ここに。公開ですか、公開で、ね、三上くんすごいんだよ、ウイロー全部暗記してるから未来で全部言えるからね。さすが元役者だよね。そうっすね。ナナちゃんもね、ウイローすごい練習させられたよね、三上くんに。じゃあまあ、どうですか、じゃあまあ、延長しますか。はい、50% 分からない。じゃあちょっとね、落ち着きましょうか、落ち着きましょう。じゃあ一回ちょっと CM 入れようか。じゃあ CM 入ります。山ちゃん喉渇いたっぽいからね。ね、山ちゃん、はい、じゃあ一旦 CM 入ります。まだすぐ入らないよ。いや、入る。そんな優しくないよ。いやね、この番組本当何が起きるかね、分かんないね。落ち着くのは俺たちじゃねえよ。なんすか。なんすか。じゃあ CM 行きましょう。 CM 行きます。みんな言いますから、そうするとラリルレロって言ってみろって。すごいね、今日ゲストの方がね、はい、いつも書いてくんないんだり、はい、いっぱい書いてきてくれてる。ありがとうございます。もう本当にポンポンさん負けちゃうよこれ、はい、飲まれちゃってるのも今。はいです、ね、どういうわけ。ラリルレロ言ってごらん。あ、じゃあ言いますか。赤サタナ言ってごらんじゃん。赤サタナ。いやいや、そうじゃなくて。棒読み。あいうえおかきげこさしせそってさ。はい、じゃあ順番に言いますか。じゃあ、はい、じゃあ言います。あいうえおかきげこ。何何、ちょっと待って、言って聞こえた今。もう一回、もう一回。あゆだから、あゆか、あいうえお。はい、言います。あいうえおかきげこ
さしすせそ、たちすてと、なにうめの、まみうめも、はひふめも、やえゆいの、やりゆれの、わお、ん。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしい。ちょっと待って、奈々ちゃん、ちょっと 言ってみようか。いや、ちょっと待って、あの、今、今なんか日本語じゃないか。ちゃんと言えたのが一つもない気がする。公開処刑やん。公開処刑さすが。ちょっと待ってね。もうね、お客様皆さんもうびっくりだよこれ。さっきはね、僕の番組出させてあげようってね思ってくれてた。でも今ので、はい、多分半分以上下がった。いや今日ね、いやあのね、今日ね、今日で聞いてください、皆さん聞いてください、本当に聞いてください。50%、 あ、でもボンボさん 50% 分かりました。あの今日ね、いや ね業界の方がわざわざ時間を作ってもらって見たいと言ってくださってね、皆さんね、明日朝早いんだよ。お腹痛い。だってさ、うちさ来るって言うから、じゃあうちちゃんとしなきゃ、あ、滑舌とかちゃんとしなきゃなと思って、お腹痛い。真面目にやんなきゃと思って、あのちゃんと台本も作ってやろうと思ったやさっき。もうね、何なんだろうねこの番組ね、うちね。これ全然はナースさんも今笑ってくれていますので、面白い、はい、山ちゃん、そういえば焦ったよ今日。はい、あ、来てます。はい、じゃじゃーん。今日はですね、バターサブレと、クッキータイムって感じで、はい、じゃあございますので、これみんなに配ってみんなに配りましょうか。はい、ということで、皆さんどうぞって配って、あ、どうぞ。いや、皆さんどうですかね、もうね、ウイドウイとかね、やっぱちゃんとね。いや、でも僕実は今度ワークショップがあって。何ワークショップなんですね。あの、その役者の映画のワークショップ、映画のっていうか、でそれで今度僕いつもお手伝いで、まあ例えば音声役とか、まあ、まあ、とかいろいろやってるんですけど、今回自分そのセリフで出ることになってて、なん、まあ、ちょっとなんか言われています。ジャージだしね。いや、あのね、このジャージも普段結構ね、なんかね、貧乏人 T シャツとかね、なんか感じで着てるから、たまにはちょっとおしゃれしたいなと思ってやってんだけど。あー、すいません、一回出ましたか、大丈夫かな、テープかな。あー、いいよこれで、大丈夫ですか。はい、すいません、テープが一回落ちたんで、もう一回、放送して。今度ね、なんかね、そのね、映画のワークショップで、実際カメラ入った役者のね、演技をね、することになったんですよ。いや、なんでやっぱ滑舌とかね、やっぱ気をつけなきゃいけないなと思ってるんですけど、いやね、どうなんだろうね、僕ね、あのね、ぶっちゃけね、もうね、演技ね、ほんとへったくそで、そう。だから自分、だから本当ね、今からね、ちょっとね、大丈夫かなと思うんですけど、まあ、今度ちょっとやってきますので、またそれも、まあ、報告しましょうか、この番組で。はい、やっております。え、山ちゃん、映画に出るの？あ、違います。あの、ワークショップです。あの、あくまでその、レッスンです。レッスンで。ワークショップって何？あ、説明すると、ワークショップっていうのは、演劇とかでよくその言葉を使うんですけども、うん、要は、役者とか、まあ、出演者を、まあ、集って、で、そこで、例えば、その、演劇の指導、レッスンとか、今回は、その、実際カメラを入って、カメラ割りとかを、カット割りとかした、実際の撮影現場に入ったようなことを体験学習ですね。体験学習で、っていう一環で、はい、やっております。で、最近、まあ、自分とそっちの方に、まあ、あ、ポモさん、知ってるよ。あ、まあですね。まあ、この字で。はい、って感じで。ポモさん、情報早いね。はい。何結構チェックしてるよね、ポンポンさんね。ですね、はい。ちょっとね、まあそうなんですけどね。あ、皆さんもちょっとね、よかったら、はい、皆さんどうぞ、はい、食べてください。食べる食べる、はい、食べてください。よかったら、すいません、食べる食べる。奈々ちゃん待ってましたって感じ。はい、なんで、まあでもね、そういうやつが来てたりしてるんで、よかったら、ちょっと勉強したいですね。はい、てかどうしようかね、なんか全然ね、あの
なんかチャット皆さんとちょっとね、やっぱこの時間、延長コーナーは、もしやっぱあるのであれば、やっぱさ、やっぱなんだろう、やっぱチャットの方とやっぱ、でも郵送で落ちちゃうっていう人もね、言うらしく見えないって携帯で見てる人がいて、そうなんだよね、電池切れで落ちちゃったりするんだよね。そうなんですよ、なんでもしかしたらまた見にくださるかもしれません。演技が下手なこと知ってるよ。いやいや、ヤマちゃん、じゃあ試しに今度さ、なんか出てみたら、応募して。まあそうですね、まあだからどうしようかって、でも確かに自分の今後役に立つのであれば、僕本当にだから監督さんと、いや監督さんなんか友達になっちゃうみたいな感じで、だったらみっちゃんと一緒に行けばよかったんだ。いやでも僕でもどっちかっていうと今やっぱり作曲とかそっちの方があったからって感じで、も今回のするんだろうね、山ちゃん。でもてか僕としてはなんかあの本当ね、あのね、せっかくね、ほら本当もだからまあワークショップってやつでまあ勉強して、まあもし縁があればって感じでとは思っているんですけども、でもやっぱね 役者はてかね、芝居のね演技はね、あの以前2年前か2年前の時ちょっと勉強したけど、やっぱねなかなかその他人になるのはやっぱ難しいから、何あー聞こえなかった、他人になるのは結構難しくて、例えばあの役が僕ってやっぱりそのなんだろう、その例えばお父さん役とか子供役とかまあそういうのあるじゃないですか、やっぱりそのレッスンとかでやるんですけど、やっぱ全然やっぱ慣れなくて、すごく苦労ほらほら、言い訳芸人山ちゃん。言い訳じゃないよ。あ、面白いよ。言い訳じゃないよ。なんでもなんかさ、山ちゃんさ、いろんな芸名ができちゃったね。はい。言い訳っぽかったんだ。いやね、なんだろうね。壊れた。もしもーし。生きてますよ。いやでも本当にね、なんか何それ生きてますよ、生きてますよもう、あのね、でもねこの本当にね、あんまね、ぶっちゃけ今フリートークですからね、やっぱ山ちゃん歌おうよ、歌いますか、うん、じゃあ落ちたよ、また落ちました、はい、何突然落ちたの、なんか調子悪い、普通にさ、食べながら歌うね。あーすいません。はい、じゃあどうしましょうか。どうしようかな。よっと。じゃあ、パン。この自己紹介ソング歌いますかね。お。はい。お、振り付けあり。振り付けは本当あるんです。まあ、オーケー。音源あれば振り付けはできるんです。音源ないの？あ、じゃあ音源の方でいいですか。はい、じゃあ。弾きながら行こう。弾きながらいいですか。じゃあ行こう。まずじゃあ弾きながら行きます。じゃあ弾きながらちょっと振り付けしてね。難しいですけど、まあ一応そういう振り付けなんで。一応ね、YAMF ヤマって言ったから、あなたのために歌いますっていうやつをちょっとね、今回やりたいと思います。うまい。お前たちがうまい。皆さん、今日の放送を見てくれてありがとうございます。どうかこの曲で、歌で覚えてくれたら幸いです。
いなんてね。だけみんな見てくれてるから今さ、はい、ね、はい、これじゃちょっとかわいそうすぎるから、はい、特別サービス、はい、なんすか、奈々ちゃん、はい、一曲歌おうか、おお、なんで、え、ぶちゃぶに来ましたけど、うちが、はい、その服、はい、ですね、今日で、説明しますと今日ですね、いつも、僕の番組で、出させていただいております、一緒にね、あのいつも僕の番組でも。ゲストでできてくださいます奈々さんがいらっしゃいます、チームサチオスのね配信のシンガーさんですけども、はいで、はい、準備の方ちょっと待ってね、あ、じゃあ続きましょう、はい、いや奈々さん焦がしがいい、はい、なんで、なんで、はいはい、何この無茶ぶり、ほらアンコールがめっちゃ来てんだよ、あ、ナナちゃんアンコールが、はい、うち何も歌ってないのにアンコールナナさん今ちょっとねお菓子食べてますけど、クロスライダーさんがちょっとずつ進化してる、はいナナさんすいません、いきなりの無茶ぶりが来ましたけど、はいな、はい、あ、出ますカメラ、はい、じゃあ出ちゃいます、何歌うの、あ、じゃあどうぞ、じゃあナナさん、じゃあ、はい、せっかくポンポさんがね作詞してくれた、うん、山ちゃん邪魔ただジャマ言われてる、あ、ね、今日僕の番組だから隣にいさせて、ナナチャンネルです、ナナチャンネルじゃない俺の番組だよ、うちの番組だよ、特別サービスだよ、はい、ナナさんが、はい、なんと歌を歌ってくださいます、さっきまでお菓子食べてたね、よね、ねえねえ、いけない、いや、この番組本当ね、いろんなね急遽客が結構多いですけど、本当だよ、はい、いや、まあでもね、うん、まあでもね、そんな感じでもうちらはやっぱり、ね、やるのがあの筋だと思いますので、うん、筋って言わない、それプロっていう、上からだよねなんか今日おかしいよね、いやいやほら可愛いっていっぱいゲストのお客さんが、すごい一気に増えたよ今3人一気に来たよ、マジか、奈々ちゃん可愛い、奈々ちゃん痩せた、痩せた多分痩せてないと思う、はい、あのね止まったカメラ、なんかね、大丈夫かな、大丈夫か、なんだろうこれ、大丈夫ですか、大丈夫かな、聞こえますか、うん、カメラが動いてる、カメラですね、はい、うん、なんかね、冬になってから体重計乗ってないの、え、そう夏はいつも乗ってるのね、そっか、そう、あ、ね、あのね、朝もね、あの、ね、見てくれ、うん、うちのお客さんも見てくれてて結構、うんうんうん、なんかちょっと、じゃあちょっとあの簡単な紹介、簡単な紹介簡単な紹介はい、はい、ですね、都内とあとちょっと横浜とかでですね、はい、シンガーとして活動しております、はい、ナナって言います、皆さん初めまして、はい、よろしく、1時からですね、私も、はい、あのサチロス TV で7チャンネルっていう、はい、30分枠の番組を設けてまして、はい、パーソナリティやってますので、皆さんご視聴お願いします、はい、お願いします、あの要チェックで、この番組要チェックで、いやーね、今日はね、緊張しっぱなしだったんですよ、僕、うん、だってさ、赤坂のほらもうとっとと歌えぐらい来てるよすごい、じゃあ準備しなさいね、ちょっと待てんじゃない、いやいやいや、そんなことないですよ、もうね、そんなことないってお前が決めるな、さあ、じゃあ行きましょう、あ、じゃあ皆さん、じゃあ曲名言いますか、曲名は、はい、このね、あの7チャンネルでチャットを参加してくれてる皆さんで決めました、はい、エクシード限界へ、お、はい、歌います、これ作詞がポンポンさんなんです、はいはい、じゃあどうぞ、
あ、いい、いい歌ですよ。レックにはここら辺なんかいろいろ入ってくる感じ。ああ、うん、なんか本当になんか爽快感、爽快感。走ろう僕たちの街へ、走ろう君の元へ、思いを君に山ちゃん映ってないんですよ。まあまあまあ。ナナしかいない。山ちゃんいない。はい、というわけでナナさんありがとうございました。ありがとうございます。いやーすごい。あのね、ほらもういい曲だね、いい曲だね。もうバチバチバチの8の数字の数の違い。どうしたこれ。こんなのされたらもう一曲歌いたくなっちゃう。いやね、ほんとすごいね。いやでもね、ほんとね、いやでもほんとに素晴らしかった。これぞ無茶ぶりだよ。無茶ぶりだけどね。すごい。でもね、この番組はこう、これでもね、この曲ちょっとね、ほんと裏の声とか結構いろんな方々に今お願いをしていて、プロの方にもお願いしてたりとかして、そうそうそう、かなりポンポンさん期待できる曲には変わるんじゃないかなと。うわ、ゲストの山ちゃんでした。はい、やめて。違う違う違う。ジャックしないで、ジャックしないで。あれ違うの？違いますから。だってゲストの山ちゃんでした。いやいやいや、ちょっと待って、違いますか、違います。ジャックしてるつもりないんだけど。じゃあ、奈々ちゃんのピーピーフォー回しちゃう。いやいやいや、完全ジャック。やってたわけで。じゃあ、そうそう、まあ、こんな感じで。はい。じゃあ、ちょっと締めに、じゃあ入りますか。はい。って言ってるよ、ほら。でも、奈々ちゃんさ、最後にじゃあ、今日スカイネットテレビのね、うん、収録行ったじゃない、うん、告知をしといたら。あ、そうですね、まだでも詳細がちょっと明らかっていうかではないんですけども、1日アップです。そうですね、3月の1日の夜、はい、時間がちょっとまだ、はい、まだちょっと未定です。未定なんですけども、はい、まあ2日からは絶対見れます。はい、時間が分かればまたおいおい告知しますので、使い乗ってといて、24時間、24時間流れてる。おー、そうすごい、24時間だ。いつでも見れますね。あら、すごい、
これもポンポンさんとかね、みんなね、多分何度も何度も見るよ。一日3アクセスはする。結構ね、泣けるようなところのね、なんか眠れるような曲もあるよね。うん、しかも新曲持ってってるからね、今回ね。そう。新曲2曲持ってってる。そう、すごいよ、今回。そうそうそう、楽しいですね。すごいね、楽しい収録。しかもすごいところでね、収録させていただいたからね。ね、すごいね、いい感じのね。うん、ほら、24時間って食らいついた。いつでも見れるんで見てくださいね。しかもすごいよ、今日の奈々ちゃん。お、どうめっちゃ可愛かった。マジですか。おじゃあ今までになくね、カメラマンがいいから。あそうだね、あとね、今日朝7時に起きて、7時からずっとメイクしてたから。うん、もうね、化粧のノリが違う。しかも、着くまでの間の1時間半ドライブ中。カーって寝たから。もうね、絶好調よ、今日。すごいなあ、そうですね。あの、今日初めましての皆さん、はい、あの私、Facebook ミクシーやってます。ああ、そうですね。はい。Facebook では全部英語で、シンガーナナ。はい。ミクシーでは、ミクシーキーワードってのがありまして、はい、こちらで、はい、そちらで、あの、ミクシーキーワードで、全部ひらがなでシンガーナナで検索していただければ、私出てきますので、よろしくお願いします。はい、そして、はい、そして、重ね重ね。はい、パパン。はい。9月15日に全国発売いたしましたミニアルバム For You、 こちらですね、タワーレコード Amazon でオンライン発売しております。こちらの7か For You で検索していただければ出ますので、よろしかったらぜひぜひ1枚皆さんよろしくお願いいたします。山ちゃんは、山ちゃんの CD は、はい、うちもですね、引き続きこちらここにあるよ、ここにはい、ここですか。あ、はい、どこ、はい、カニに見ましたけど、はい、僕もです、はい、こちらライブ、はい、僕のライブハウスで公演の時に、こちら、販売してます。1000円で売ってます。え、あげてんじゃないの。初めて会った時にもらった。いや、まああの、来てくれてからね、ちゃんと1000円で売ってますので、ちょっと、あ、あげてますじゃないんだ。あげてますじゃないから、もうちゃんと売ってますから、はい。なんか写真が別人みたい。はい、もう結構別人になっちゃってますけど。はい、ちょっとこれ、いくつぐらいで撮ったの。僕、26の時ですね。26の時だと3年前。約3年前ですね。はい、なんでよかったってます。3年でこんな変わるんだね。すごいね。よろしくお願いします。ねえ、山ちゃん、モテ期になっただけあるわ。いや、まあね、3億。え、この頃はモテなかったの。いやー、モテ。だってこの頃彼女いたもん。あ、そっか、そっか。もう、そうやって。また24時間になっちゃうから。いや、この時いなかったぞ。いや、ほんといなかった。はい、ということで、はい。じゃあ今日は言おうと、ありがとうございました。もう本当に今日はいろいろとって何もしてないし。いやいや、もうね、さすがにちょっと突然出てほら、なんか終わりですかって来てます。いやもうあんまこっちのね、ほらグダグダなっちゃうしね。でも本当に、すいません、あの、お聞きしてみません。なんだよ、神々で、ね、はい、ご苦労様。今日どうでしたかね、まあ僕の番組よつ。ああ、おお、ありがとうございます。ありがとうございます。優しいね。優しいです、ありがとうございます。もうこんな優しい人いない。いないですよ、もう本当に。じゃあ優しい人見たところで、奈々ちゃん、うん、明日の番組告知して、ね、はい、そうですね、そうですね、はい、明日の21時から7チャンネルやっておりますので、ユーストリームで山ちゃんの番組と一緒です。はい、サシロス TV と検索していただければ、はい、はい、30分番組でやっておりますので、よかったら皆さん見てください。はい、明日ラウンドワン特集だね。おあ、ラウンドワン特集。あ、そしたら21時じゃないんじゃない？お、あ、そうだ、23時だ。ごめんなさい。はい、明日の23時ですね。あ、いいですね、なるほど。はい。夜の11時からサシロス TV で検索してください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。久しぶりでございました。面白かったよ。お、よかった。最初のテンションはどこへ行った。無駄な、言われてみると無駄なテンション。あのね、いや疲れた。いや疲れてはいないけど、やっぱね、飛ばしすぎた。確かに。何それ、飛ばしすぎた。飛ばしすぎ。いや、なんかね、ちゃんとね、もっと落ち着いて、ね、山ちゃん、もう今日帰らないでいいよ。またこの間みたいに止めるから、朝。いやお泊まり決定。ああ、今日はちょっと終電で帰ります。大丈夫、山ちゃんいるから、あの、大雪。大雪？山ちゃん、すごいんですよ。山ちゃんのイベント大きいのやったりすると、山ちゃんがいる。大地震来るわ、津波は来るわ。すごい。まあ、言おうとね、雪は降るわ。本当大変ですよね。あの、311の時に、超ライブだったんですよ。ね、あのリハーサルの時ね、ね、そこでまあ延期だったんですけど。すごいよね。はい、唾。唾じゃないよ、もう。唾飛ばしすぎたんだ。唾。あ、それで疲れちゃった。脱水状態。やだ。
え、つけてないよ、つけてないバイキン、バイキン、バイキンじゃないからね、はい、だって今変な病気いっぱい流行ってるじゃん俺はそんなウイルスになってないからもう、はい、やばちゃん多いです違いますはいはい、というわけで、はい、はい、まあじゃあね、今日は本当にね、また今日ご視聴ありがとうございました。あれ、また増えたよはい、じゃあ終わりましょう。またね、次回、28日は収録かな。で、それで次3月の7日、また生放送でお会いしましょう。はい、うん、今日、急遽、出ていただいた奈々さん、そして新型山金山金てぃはい、そして山でございました。はい、またお会いしましょう。本当に、ありがとうございました。また次回、バイバーイ。バイバーイ。こんなにいっぱいワゴン車がある。いいな。ドライブ行きたいな。車を買うならフリーウェイ。お問い合わせは 044-870-8070。 東急田園都市線鷺沼駅から徒歩10分。こんなにいっぱいワゴン車がある。いいな。ドライブ行きたいな。車を買うならフリーウェイ。お問い合わせ。